おはようございます。1周年記念やらせていただきます。本日は、めでたいということで鯛を使用したラーメンになります。で、ですね、スープお願いします。スープは、宇和島産の鯛をふんだんに使用して鶏と豚のスープに合わせて中濃のスープに仕上げました。で、油も鯛を別でチンウで作ってそこに鯛を乗せ、の香りを乗せて作ってます。麺は、北海道産のパプリカ 100% と国産小麦3種類をブレンドしたの少し低加水の麺になりますので、あとチャーシューの方で、国産茨城産の小麦が7とロースで両方とも低温ですけど味付けは違う感じになる。調理した後に、オーブンでも焼いてます。で、あとはじゃあ一緒に記念オープンさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。